はいこんにちはレトスノーノです4月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます5月から宅研合格する方法として3つ目の動画イメージですねこれを作成いたしましたこの動画の最後にお知らせいたしますので参考にしてみてください また、個別指導の募集終了まであと4名となりました。また、今月末をもって一旦募集終了しようかと考えておりますので、その点もご注意いただければと思います。毎年、この時期から受講していただいた方についても、全く法律式ゼロから合格していただいておりますので、本気で今年の合格を目指しているという方は、個別指導で一緒に勉強していきましょう。それでは本日の問題に入ります。A は B に対する金銭債権を C に譲渡し、 4月1日付の確定日付のある証書を B に送った。その後、A は D に再検譲渡を行い、4月2日付の確定日付のある証書を B に送った。この場合、C は D に優先して権利を行使することができるルか×かという問題ですえ。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはこれ×ですね。 債権が二重上とされた場合、確定日付のある債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知で対抗要件を備えます。でこれはえ昨日勉強した内容ですね。では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるのか。これを考えると、通知が到達した日、もしくは承諾の日時の前後によって優劣が決まります。 つまり今回の問題文でいうと通知が先に到達した方が勝ちだということなんですよで問題文見るとどちらが通知が早かったかってこれ書いてないんですねあくまでも書いてあるのは確定日付が書いてありますでここでは判断しないんですよどっちが先に債務者 B に到達したかっていうところなんですけれどもこれ、えー、どっちが先に到達したか書いてありませんので C は D に優先して権利を行使することができるというのは誤りになります で、問いにですね、宅券業者 A は宅券業者でない B に A 所有の完成宅地を1200万円で売却するえ契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ今回、あの、記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、あの、記述式で出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。 で答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。で本誌は発祝制の一つである手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では対象となるのは手付金や中間金などを引き渡しをするまでに受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、まあ、中間金を受け取るっていうのであれば中間金も保全措置の対象だよということですね。 で今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。造成工事が終わった宅地、土地のことなので、完成物件ですで。完成物件の場合、代金の10%、もしくは1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で今回10、10%ということは、1200万円の完成宅地なので、1200万円の10%って120万円ですよね。 だから120万円を超えて受領する場合は、受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金を受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。でちなみに、完成物件の保全措置の方法なんですけれどもえ、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。 この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう。でさらに、えー、本問で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまで、えー、解説すると話長くなりますので、えー、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。それでは問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する母子施設用地の造成のため、 10万平米の土地について、切り土、または盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない、丸か罰かという問題です。で、これは昨日の問題と、まあ、ほぼ同じ問題なんですね。で、考え方も同じです。結論から言うと、これは誤りです。宅地造成の許可は必要となってきます。じゃあなんで必要なのかというと、盛土規制法の宅地造成の許可が必要な場合というのは、 宅地以外の土地を宅地にするための工事。または宅地において行う工事。まあどちらか一方なんですね。まあ今工事って言ったんですけども、これはまあ宅地造成だったり土地の経営先行っていう風に考えていただいて大丈夫です。で、じゃあ宅地って何なのかというと、森の規制法では宅地というのは農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、うん その他、政令で定める公共施設のように強制られている土地、以外の土地を言います。つまり、ここに書かれている、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、公共用施設用地というのは、宅地には該当しないんですけども、これ以外は宅地なんですね。で、今回、墓地ですよね。お墓です。墓地施設用地っていうのは、宅地に含まれるので、 宅地造成の許可が必要になりますよっていう話です。で、はじめにもお伝えをした5月から宅建合格する方法の3つ目の動画、イメージですね。こちらの真ん中に表示しておきますので、こちらご確認いただければと思います。え、こちら動画ない方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスのオノでした。